純菜は、水蓮木、歯衣ももかに属する、多年生の水草の一種である。本種のみで、純菜属を構成する。純菜や純菜の字が当てられることもある。水蓮などと同様に水底に根を張り水面に葉を浮かべる、不要植物であり、水上に花をつける。若い茎や葉は、粘液質を分泌し、これで覆われたわかめを、水物や酢の物の食材とする。 水温が一定の綺麗な地層に生育し、栽培されている場合もある。純菜の名は、寒名の、旬が生まった、純に、食用草本を意味する、菜をつけたものに由来するとされる。古くは、ヌナワ、ヌナワと呼ばれ、古事記や万葉集にも記述がある。1、純菜純菜は、多年生の水生植物であり、そこに根を張り水面に葉を浮かべる、不要植物である。 太い根茎は、低泥中を横に、肺、節から根と水中茎を伸ばす。根茎は一頭し、また水中茎の先端の目が養分を貯蔵して飛行し、親植物から離脱して、東洋の植芽となる。水中茎は細長く、春になると葉を誤生する。葉は、基本的に、不水葉であり、葉平は、孔子色で長く、葉心の裏面中央付近につく。葉心は、 全縁で、大円形、長さ5から15センチメートル、幅3から8センチメートル、表面は縁のある緑色、裏面は紫色を帯びることが多い。葉脈は放射状。最初の数枚の葉は水中にある沈水葉であり、長三角形から大円形、小型で薄い。茎や葉平、葉の裏面には分泌毛が存在し、水中にある部分は分泌された、粘液質で覆われている。 日本での夏季は6の8月、溶液から生じた花柄の先端に1個の花をつけ、水面より上で開花する。花は、基本的に三数星であり、放射相証の両制限、直径1.5から2センチメートルほどである。同夏火花であり、花日辺は長大円形、紫褐色から暗赤色、10から22から7ミリメートル、内外2輪に3枚ずつ配置する。 外下皮片より内科皮片の方が、やや長く、幅が狭い。湯髄は12から24個、長さ約1センチメートル、鼻糸は細長く、薬は赤色で外交する。髄髄は6から24個が理性し、中等は線上で焦げが生えている。髄髄はそれぞれ脂肪内の背軸側に排腫を2から3個つける。姿勢線軸であり、 開花1日目は、歯髄が成熟した、非正期、2日目は、湯髄が成熟した、湯正期となる。風媒花であると考えられている。2日間開花した後に、花は花碑を閉じて水中に没し、結実する。果実は、袋花状のひれ開花であり、長さ6から15ミリメートル。宿、あり製の花中は細く尖る。果実内の種子は1から2個、褐色。 楕円型で2.5から 4x2 から3ト、mm、ル。染色体数は 2n イコール72、80にある純菜の不水用2ビット。純菜の花、白い部分は、滴水 2c 純菜の花3。純菜が水面を覆っている池北米から南米、東アジアから南アジア、オーストラリア、アフリカの熱帯から温帯域に散在的に分布している。日本では、 北海道から琉球まで報告されているが、水域の不栄養化などにより減少し、すでに絶滅した地域もある。水質が中性からやや酸性で、腐食質、または貧栄養から中栄養の淡水の地消に生育する。純粋は日本全体としては絶滅危惧種に指定されていないが、下記のように地域によっては絶滅の恐れが高く、またすでに絶滅した地域もある。 絶滅、減少の要因としては、地消の開発や、水質の不栄養化等が挙げられる。以下は2020年現在の各都道府県における、レッドデータブックの統一カテゴリ名での気球度を示している。水物のみとした純菜スーパーで販売される、純菜純菜の瓶詰純菜は、世界各地に広く分布しているが、食用にしている地域は、中国と日本くらいである。 ガラクトマンナンを主成分とするゼリー状の粘液質で、覆われたワカメはプルンとした独特のぬめりがあり、日本料理で食材として珍調される。味は淡白で低カロリー、ポリフェノールを含む。日本では食材として以下のように調理される。中国では胃潰瘍など胃腸病の病後に良いとされ、スープとして食される。水が豊富な地域において、 沼地や水田を掘り下げたものを利用して栽培される。植え付けは6から7月に行われ、3年目以降の6から8月に若い葉を収穫する。収穫は小舟に乗って水中を覗き込みながら手作業で行われる。従事者の高齢化や減少が課題となっている。秋田県三州町では観光客の純査摘み取り体験を行っており、また、 世界純査摘み取り選手権大会が開催されている。純査を食害する病害虫としては、トラフユスリカ、マダラミズメイガ、純粋ハムシが知られる。日本国内で流通する純査の8割は中国産である。日本での生産量は秋田県が最も多く、ついで青森県、山形県であり、この3県で国内生産の99%を占める。 秋田県三首町では、1986年度で約270トンだった生産量は、町が添削作物として1987年から3年かけて、奨励事業を行ったことにより急速に増え、最盛期となった1991年度には、約1260トンに達した。しかし、その後は減少傾向に転じており、2016年度は、 約440トンへ大きく落ち込んでいる。三首町では、純菜の栽培に必要な飲水に、山手の地域では沢水を利用し、その他の地域では地下水や白上山地にあるダム湖の水を利用している。秋田県三首町の農作物直売所、純菜の館新潟県新潟市の純菜池古くは、京都のミドロガ池が純菜の産地として知られていた。北海道七江町にある、 大沼国定公園には、大沼3個の一つである、純菜沼があり、純菜の瓶詰めは、大沼国定公園の名物として売られている。純菜沼と呼ばれる古称は、山形県、村山市と秋田県湯沢市にもある。また、新潟県新潟市東区や阿賀野市には、純菜地がある。日本では、純菜は、非常に古くから知られており、沼は、沼はの名で、古事記や、 日本書紀、長屋王家木官、焦燥院文書にも記述がある。この名は、純菜が沼に生育し、縄のように長い茎を持つことに由来するされる。万葉集にも、純菜は、下記の歌に読まれている。我が城ゆたにた、ゆたにふぬ名は、変にも奥にもよりかつましじ。近畿方言では、捉えどころがない点じて、どっちつかず、でたらめ、いい加減という意味で、 純祭という語が使われることがある。純祭は、ヌメルがあって、箸でつかみにくいことからこの方言が生まれたとされる。純祭の日は7月1日である。2012年に、秋田県三首町の三首町森竹純祭の里活性化協議会が制定した記念日であり、日付は、英語で6月を意味する、純と31を、祭と読む語呂合わせで6月31日としたが、 6月31日は存在しないため翌日の7月1日を選定した。また、この時期に純菜の収穫が最盛期を迎えることも理由の一つである。ありがとうございます。